繰り返す過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いてるけれど、この両手は光を抱ける。ハロー皆さん、今日さ休みだからサイクリングしに来たんだけど、雨降ってるのよ、めっちゃ降ってるのよ。これどうしたらいい？1週間に1回しか休みないからさ、しかもさ、やっと今日休み取ってさ、週に1回はサイクリング動画投稿するって決めたから、頑張って走ってくる。またね。じゃあ道の駅ね、この辺から出発していきます。ちょっとね、信号がないから信号のあるところまで行きます。皆さんこんにちは、キャミーになりたい柴さんです。本日はね、天気予報を見るのを間違えました。雨の日にサイクリング来ちゃいました。準備不足でね、いろいろ大変なことが起こっておりますが、本日はね、千葉県の中房総の勝浦の海方面をサイクリングしていきたいと思います。聞いてよ、今まで撮ったやつ全部タイムワープになっちゃってた。嘘でしょ、信じられない、本当に。めちゃめちゃだけど、海です、皆さん見て、これ海だよ。ちょっとね、メガネ、なんでタイムワープなんだよ。もうめちゃめちゃいい映画撮れてたのに、トンネルいっぱいくぐってさ、お化け屋敷みたいなところに行ってさ、もう何なの。じゃあとりあえず気を取り直して、カップルまで来たようなので走っていきましょうか。おお、海が荒れてますね、雨だから。皆さんまだ飛んでるやつから、これで皆さんにお届けできますね。タイムワープに来たところです。サングラスで嵐に見えてるだけだった。しかもお仕事好きじゃん。ロボちゃん、すごいね、雨の中で。ここに来るまでにね、何個かね、上り下りを繰り返してるんですよ。だからうわーって思っちゃったんですけどね、結構この先もまだまだあるんですよ。雨の中のサイクリング、びちょびちょだぜ、イエーイ。サーファーの人がめちゃめちゃいる。いや、雨だって。大荒れですね、海が。みんなで見てた、全部、大荒れの海。ほら。見える？すごくない？海だけど、雨だI'm gonna go get some more.
いい。なんちゅうルートにしてもらったんじゃ。こんなにね坂があるって思わなかったんですけど、ちゃんとホームページには勾配書かれてました。すいません。防水のあのちょっと動きやすいウェアみたいなやつなんですよ。あのね、雨降るって思ってなかったんだけど 30% って見てたから、一応それの感じで予備で持ってきてたやつなんですけどね。謎アングルなんですけれども、ですね、これはね、あの指先が震えすぎて、あのカメラのボタンを押し間違えてますね。はい。で、あのちなみになんですけれども、サイコンのデータも消しました。リセットしちゃいました。この日はね、本当にいろいろ踏んだり蹴ったりな日だったんですけどね、今思い返せばとても楽しいライドでした。皆様、ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。今回非常に見にくい動画で申し訳ございません。次回また頑張りますのでね、よろしくお願いいたします。バイバイ。はい、皆さんお疲れ様でした。もうめっちゃやばい、雪も降ってきちゃった。帰り大丈夫かな。なんか私の住んでる地域で雪がどうやら降ってるらしいんですよ。え、今のところね、この場所は雨降ってるからやばいよね。見てこれ、まあいいや、とりあえずあのね、皆さんちょっと雨とかのライドの時はね、ちょっといろいろ大変だから頑張って気をつけてくださいね。バイバイ。始まりは
静かな窓ゼロになる体満たされてゆけ海の彼方にはもう探さない輝くものはいつもここに私の中に見つけられた